長かったなあお疲れ様でーすおっサンキュー<え>しかしあいつやるよな若いのに宣伝の山田君ですかうん発想が新しいんだよな発想が新しい彼私と同い年なんですよあ本当にへえか薄暗くないえって何ですかえ言ってなないよ俺へん言っただろう 確かに私は仕事できないですけど。何もう、アケミちゃんだって頑張ってるよ、<laughs> すごいよ。<laughs> え、かわいい。美。え、何この雰囲気ええあー、なるほどね。オフィスラブがバレたらやばいんだ。 完全に2人誰かいたってわかるでしょういやばれるばれる <laughs> いやもう隠れてないじゃんどうしよう静かにいやばれるばれる <laughs> あーなるほどね足置きに化けてたんだ <laughs> ご褒美じゃん なぜバレないもはや分かっててやってる節あるなこれはこの三人のこういうプレイなのかなそういうふうに解釈してもいいかな、うん、<laughs> 痛いよ To be c o n t i n u e <laughs> あっねじねじバレるよ久しぶりねじいや大変バレるよなこんないわけないじゃん絶対バレるって <laughs> ニュールーマニアポロリ青春よろしくお願いしますえねじくんお久しぶり <laughs> 11月27日ぶりかなこの前まで実況してたルーマニア203の主人公ネジ君が、えー、社会人になったニュールーマニアポロリ選手をやっていきたいと思います。この左の女の子も気になるよね。じゃあ早速始めていきましょう。ほい。なんか可愛い犬がいるんだよね、さっきから。<laughs> なんだろうね、あの黄色い犬。じゃあ普通にやっていきましょう。 SE がちょっと派手になってる2005年4月某日ルーマニア203から考えると4年後ぐらいところでうわー懐かしいなんか <laughs> 何長いんだけど <laughs> お来たもしもしあのネジだけど電話してるうんあのさ実は下なんだけどうんごめんやっぱり行けなくなっちゃったおええー、その たたった今課長から電話入ってさなんか嘘っぽいな <laughs> なんか嘘っぽいな何「運命の日4月25日の夜」なんか画面がポップな感じになってる可愛 <laughs> い,いなデザインが可愛い,いてかあの犬気になるなで、えっと、説明書読んだらなんか今回は運命の日っていうのが設けられててなんかその日までにナビを成功させるか失敗させるかでネジの人生が決まっちゃうらしい。 <laughs> 人生決まっちゃうって怖いなじゃあどうしようとりあえず4月の24日の15時56分昼下がりの覗き。はなんか懐かしいなこの感じも <laughs> 懐かしいおいきなり電話だはいネジです誰と電話してんだろうあっ高橋あ高橋う明日なんかやりやすくなってんの、うん、まあ普通に終わるはずだけどなんかや,やりやすいどうして えムエタイムエタイ行きたいもちろんだよムエタイ行くのでもどうしたの突然ムエタイとか興味あったっけ <laughs> 興味ありそうだけど、ね、<え>高橋さんただでもらえるのいいとこだな商社ってえ高橋商社なのわかったじゃあ明日めっちゃ優秀じゃん、うん、会社終わったら連絡するよ本当にありがとうえー誘ってくれたんだてかまだ高橋と仲良くしてるんだな なんか嬉しいなそれ聞くとあでもそっかそっか高橋とムエタイに行く約束をしたんだけどなんか行けなくなっちゃったのかなましいまだ開けてないだろう,うわてかめっちゃいいとこ住んでる何何この景色都内かめっちゃいいとこ住んでんじゃんネジえ確かさ2005年とか言ってたから 年齢的に多分社会人何年目だ23年目って感じかな結構いい暮らししてるよこれ稼いでんのかなえてか何すんだろう <laughs> 何すんだろう今日はなんかぼーっとしてていいのかなお部屋を見よう,かかうえあ待ってカメラ切り替えちゃったわいい部屋いい部屋ってうか広いやーなんか初回だから お部屋をじじっくり見る感じでいきたいなあなんかグラビアとか飾ってるパソコンえてかさこのさこう投げる球もさちょっと透明感が増してるっていうか立体的になってるよねなんかシャボン玉チックになってる相変わらずいろいろ飾ってんなタンバリンとかてかそうなんかね説明書を読んでたらなんかネジが 今何の会社に勤めてるかっていうとなんか練り物会社のシステムエンジニアとして採用されてるらしくって <laughs> 君音楽の道とかシナリオライターとかそっちの道はもうなかったことになってるんかっていういやー面白いなかセラニーは未だに好きなのねなえもう寝んの昼昼じゃないの今これお昼寝すんのあ私一回ベッド押したから <laughs> それはカメムチじゃないよえもう寝言言ってんの待って電話させた方が良かったのかなもしかしてもうまあいっかちょっとお部屋の見学って感じでほい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 まあ初回はねこんなもんだよね嬉しいど弱気度が強めえー、っと友情と羽沢の狭間羽沢ってなんだろうねなんかそういう人が別に別にいるのかな えー、じゃあどうしようかとりあえず分かんないから順繰りに見ていくか4月24日の 9,、えー、と9時17分夕食時ののぞきそっか休日だからガサ入れはなかったのか今日日曜日か悩むってあるのなんかどうしたのあしまったん？明日の「ミュージックよよって羽沢栄ジが出るんだった羽沢ってその羽沢みたいな そうだビデオだあ、でも予約録画って使ったことないぞえっんまいったなまさかお前矢沢永吉が見たくて高橋の誘いを断るのか <laughs> そういうこと今の完全にそういう感じだよねええー、ダメださっぱりわからないわかんないじゃないあやっぱり <laughs> やっぱ矢沢永吉見たくってなんかキャンセルするんじゃん高橋優先してあげてよじゃああれかななんかナビ見たら電話してたから電話すんのかな電話かな,なんかかゆい <laughs> なんでそんな頭かゆいのお風呂入ってるちゃんとシャンプーしてる あれなんか電話じゃないのかな雑誌、ウクレレ。なんでウクレレもあるんだろうあれ電話とかじゃないのかなんあ、あ、高橋に電話って出てきた。なんか、あれかな結構いっぱいクリックしなきゃいけないのかなあー、なんか消えちゃった、消えちゃった。あれなんか。え結構ちゃんと押さないといけないんだな、今回。 ポン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 っておおナビ達成あよかった電話だったやっぱりまあ最初だからね何しようとしてた今ええー、断っちゃうのムエタイ見てくればいいのにムエタイなんてそうそう見れないぞ見たことないわ私もおおんか結構あいいなこの視点もしもし あのネジだけどうんあ,あ,あ待ってミスタた実はしたなんだけどカメラミスったごめんやっぱり行けなくなっちゃったバカーえー、そのあなんでたった今課長から電話入ってさ明日の夜接待になっちゃったんだえ,ー <laughs> えうん苦しいなー、まあ、そうなんだけどそれがえーうん、そう 営業部ががみんなな盲腸にっっちゃって誰も行ける人がいないいんだよいやもう苦しすぎる本当ト参っちゃうよなってことでまた今度誘ってください <laughs>、うん、ぎこちなさすぎる,るでもまあ言い訳は完璧だったし許してくれるよな <laughs> 穴がありすぎてお来ました運命の日へなんかまだよくシステム理解しきってないけど 運命の日になんなんだろうな分岐みたいな感じなのかな。二十五日の八時半。運命の日の覗き。<laughs> 運命の日ってなんか緊張感あるな。う,うん。なんか怒るのかな<や>このそれそれしまなんかし。

え待って玄関が見たいけど玄関が見れないあこっちかはーいあ梨本課長え課長あねじ君。こんばんはどうしたんですかこんな時間にわざわざ <laughs> い<や>え電話ではなんだと思ってねちょっと上がらせてもらってもいいかな<あ>えー、やだ、はい、課長いきなりくんのやだえ本当に接待になっちゃったんじゃないのもしかして 何、何でしょうかまあ課長、ソファに座らせるよね。実はね、その、私もバツイチになってからしばらく経つんだが、バツイチ、はい。なんというか、つまり、要するにだ、何でしょう、何私にお見合いの話が来ていてね。えぇ、それはおめでたいですね。やったじゃん。いや まだ結婚が決まったわけじゃないし、めでたくも何ともないんだけどね。あ、そりゃそうですけどね。一人息子のこともあるし、うん、私もそろそろ再婚を考えてみようかなと。うん、なるほど。いいじゃん。及ばずながらですけど、僕も応援させてもらいますよ。うん、梨本課長は入社前からいろいろお世話になってる恩人ですから。あ,<ー>ありがとう。うなんだやっぱりネジ君は頼りになるあ。じゃあ早速だが頼まれてくれ。えケースケのことなんだ。 君って課長の息子さんですよね。何歳おいくつでしたっけ ?7 歳、小学1年生だ。可愛い,いね。それで私のお見合いっていうのが、うん、悪く、ケイスケの小学校の運動会の日なんだよ。ええ運動会では親子で踊る盆踊りみたいのがあるんだ。<ー>私は前々からケイスケと一緒に踊るって約束しててね。うん、できればその約束を守ってやりたいんだ。えなるほど。僕に父親のピンチヒッターをやってほしいということですね。 そうなんだ、うん、あー代わりにい運動会に出るってことかやらせていただきます、うん。なんだかやけに乗り気だね君まさか小学生が好きだったりとかしないです。<laughs> なんだその疑い <laughs> ありがとう。まあそれじゃあよろしく頼むよ。はい、任しておいてください。 他ならぬ梨本課長のためですから。そんなこと話しに来たのか？え。え、なんでシャーって言ったんだろう？ちゃんとした言い訳ができたから喜んでたのかな？<laughs> な,なんでシャーって言ったんだろうな。あー、達成した。よかった。<laughs> 私こういうの結構失敗しちゃうんだけどね。やったー！カレンダー更新。 国、それはそうだ。スーツを下ろさなくちゃ。<お>いや、運動会にスーツはないか。ジャージだな。アイロンかけとこう。ジャージを出すのか。髪ちょっと明るくしちゃったりして。え？<っ>なんでそんな張り切ってんだろう。運命の日、四月二十八日の夜。はい。え、なんだっけ、ケイスケくんだっけ。なんか大事な。 人物なのかな <laughs> なんであんな張り切ってんだろう子供の運動会でしょ気になるな。とりあえず26日の11時過ぎやってみようか。まあ、接待じゃないだけよかった。お昼のガサ入れ。あ、ガサ入れか。ガサ入れってことは、わー広いな。はい、あでも待って、めっちゃ移動早くなってる前作より。すんげー移動早くなってる。ビューンっていく。<laughs> 逆にやりにくいかも。 でもさ、なんか地味にやっぱグラフィック向上してる感じあるよね。なんかジャージ出したりすんのかねこの辺。え、待って、なんか竹馬あるんだけど。竹馬だよねこのシャツの向こうにあるやつ。竹馬だ。ムスタングえムスタング GT? 何それあ、でもクローゼット押してもなんもなんないな。ジャージを出して、 髪なんか明るくしちゃったりしてみたいなこと言ってたけど。あ待って待って秘密日記がある <laughs> 今作もあるんだな。えー、見ちゃう見ちゃう。やばい。なんか懐かしい。変わんないな。えー、4月24日。高橋がムエタイに誘ってくれた。一回生で見てみたいと思ってたんだよね。チケットはただらしい。勝者っていいな。うちの会社なんてちくわもらえるくらいだもんな。なんでさ、ネ、ね、ジさ、 練り物会社のシステムエンジニアってちょっと不思議だよな。まあ、実際いるのかもしれないけど。25日、ケースケ君の担任の先生、青春派女優の杉山やや子に似てるって、梨本課長に聞いたことあるんだよな。運動会をきっかけに声に落ちちゃったりして、くーそういうことか。<laughs> そんなことか。ケースケ君の担任の先生が綺麗ってことか。 いやまあね、ネジもね、男の子だからね、そういうこと考えちゃうよね。なんかいたずらできるかないたずら。あー、やっぱ、カーテン開けたりとかは健在なんだな。テレビつけたりとか。えー、どうしようどうしよう。なんかやるべきことあるやんなきゃいけないことあるかななんか難しそうだな。なんかあるかな なんかジャージ転がってたりとかってするシャツ、スーツ、なんもないよね。えー、じゃあソファー。あ、動かせる。あ、待って、ギリギリギリ。よかったよかったよかった。よかったかった。った <laughs> あ、待って、結構動いた。待って、待って、ちょ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 ,ちょ。すごい、バッタバタになっちゃった。<laughs> ほら、見て、4月25日に課長のアイコンが、顔アイコンが乗 <laughs> ってるの。ちょっとじわる。じゃあ26日の、 えー、9時半夕食時の覗き夕食にしては遅いけど結構残業してんのかな遅い時間なのかなわー遅くまでご苦労様ですえソファーだいぶ動かしちゃったね私 <laughs> 結構動いたよねおかえりあてか何私服勤務なのよいしょっとお おっ、あっ、え、いった、えー？いや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 。な,な,なんで？なんで疑問？な,な,んなんでソファーないんだ。おかしいな。動かしたっけな？<laughs> おかしい。ノリいいないネジ。あ、はあ、なんでソファ動いてんだ。いるよね。いやあ。<laughs> でも今の絶対神様がソファー動かしたって分かってる人のリアクションでしょ。 乗 <laughs> りツっコみでしょ今のえじゃあなんかさクローゼット押したりすんのかなやっぱりニコチン入れないとなニコチン入れないとねお開いたも<ー>してなんか見れるかなあい待、えーま、って待、ま、ってもう終わり え、なんか、ジャージさ、ジャージ、ジャージさ、出したりとかしないの開けてる隙に押すとかそういうことあるなんか、こ、ここパパ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 パーあ、イライラしちゃった。あれ違うのかなスーツかスーツだったのか違うっぽいな。うわあうーん、こんなもんか。ま、まだ、日付あるからね。あの人への身だしなみ。 じゃあ27日の朝だね見てみようか平日だよねこんな朝からガサ入れ <laughs> 本当だよねガサ入れでなんかすんのかなスーツとか違うな <noise> ムスタング GT でもないしな <noise> 出前取っちゃう <laughs> そんなことできんの？え、ちょっと撮ってみる。撮ってみようか <laughs>？面白い。出前取れちゃうの？<laughs> なんていうの神様ですけどっていうのあ待ってなんか？え、何え？え、なんか動いてんだけど、なにこれちょ,っとちょっと待って。ああ、受話器かびっくりした。神様が動かしてるってことね。いや怖かった。今。 何が動いててんだろうと思思っっった。た。大根かなって思った巨乳ポスター <laughs> <laughs> じゃあ出前取ったから夜も覗いてみようか <laughs> 何の出前取ったんだろうおかえりねじなんか毎晩大変だねこんな時間に結構遅くまで頑張ってんだな出前取っといたよあれでも出前ないなどこにあるんだろうんあ来た 出前来たよ <laughs> 出前来ましたよ毎度来来券ですがチャーシュー麺十0人前お待ちしました <laughs> 頼みすぎあ,あのー、頼んでないですけどそんな確かに注文受けましたよいくらになるんだろうあの本当に頼んでませんよあの間違いじゃないですかちょっと困りますよ開けてくださいよ <laughs> 地味に一万円以上しそう いや、と、いや、ちゃんと受け取らないとね。あ、イライラさせちゃった。うん、なんか特になんもなかったんだけどな。見てみる昼間見てみるなんか失敗しちゃいそうな気がするな。お昼のガサ入れ。ガサ入れだ。デデえ長い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 。長い,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  <laughs> 長いよ。 チビネジだってちびねじかなんか結構難しそうなんだよなちびねじちびねじを探すコツはとにかく部屋中を駆け巡るということですね近いよーとかって言ってくれるからねうんあいた,いたいたいたもうここまで来たら結構近いんだけどな ああ。よかった。よかった、見つけられて。じゃあ、待って、日記を見よう。日記を見て。あえっ、ー、と。ボディービルディングに励む僕。桜先生にいいとこ見せなきゃ。ひょっとしたら裸になるかもしれないし。へ <laughs> スイッチオンでブルブル鍛えられる例のやつを買ってみようかな。<laughs> 何言ってんのもう。うあこれとかダンベルとかあー違うんだ。えー、何するんだろう。 なんかすることあるなんかで、えぇ、ー、えー、えー、ちょ、いや、やめとこちょ、待って。えー、なんかあるあー、終わっちゃった。じゃあ、夜見てみましょうか。運命の日だからな、これ、大丈夫かな運命の日の覗き。大丈夫かななんか何一つできてない気がするんだけど。 くつろいでんなクローゼットじゃないのあっあっよかったよかったよかった,あった,あったよか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 った,かった,かっためっちゃ安心したそうだよねクローゼット開けるんだよね開けなさい早くあよかったよかったもしかしてめっちゃ難しいんじゃないかと思ったこのゲーム <laughs> そうだスーツを下ろさなくちゃいや運動会にスーツはないかジャージだな 結構説明口調だよねえらいねジャージにアイロンかけて髪ちょっと明るくしちゃったりして張り切り切ですね明日カットしにいこう <laughs> 本当に本当に狙ってんだなあんなに張り切ってたけど意外と弱気度が高いっていう <laughs> 自信出しておおやったーよかったーカレンダー更新うまくいってるからちょっと強気になってるわよ私 ほらあ,あ髪型変わってる酔っ払いのお誘いによし今のうちにっとえ